アフターエフェクツ 6.0 ではコンポジション上でテキストの作成や編集が行えるようになりました。ツールパレットの文字ツールを選択すると文字パレットが開きます。文字パレットの表示、非表示はこのパレットアイコンで切り替えることができます。文字パレットからフォントを選択してサイズを30ピクセルに指定します。コンポジション上をクリックして文字を入力します。この方法はポイントテキスト入力と呼ばれます。入力が終わったらツールパレットで選択ツールに切り替えてください。タイムラインにテキストレイヤーができました。文字パレットで塗りボックスをクリックしてカラーピッカーで文字色を選びます。行送りや字送りなども調整します。段落パレットでは文字の整列を切り替えることができます。文字の入力にはもう一つ段落テキスト入力があります。文字ツールを選んでコンポジション上をドラッグします。はじめにテキストの入力範囲を設定してから文字を入力することができます。アフターエフェクツ 6.0 ではテキストのアニメートが効率よく作成できるようになりました。ポイントテキスト入力でコンポジションに文字を入力しました。テキストレイヤーのテキストプロパティを開きます。タイムマーカーは開始地点にありますね。ソーステキストのストップウォッチアイコンをクリックします。開始地点にキーフレームができましたね。次にタイムマーカーを1秒目に移動させます。文字パレットで変更したいスタイルを選択します。ここでは垂直比率を 150%、 カラーを青に変更します。自動的にキーフレームが作成されます。タイムマーカーを2秒目に移動して、今度は垂直比率を元の大きさの 100% に。色は緑にしましょう。プレビューしてみます。また文字の一部だけ変更することもできます。変更したい時間で文字の上をダブルクリックして変更したい部分を選択します。文字を変えましょう。文字パレットでベースラインシフトを変えてみましょう。プレビューします。もう一つ、
テキストアニメーターグループを使ったアニメーションをご紹介しましょう。最初の1文字目から順番に回転させてみます。コンポジションで W を選択。アニメーターポップアップメニューのプロパティで回転を選びます。タイムラインにアニメータープロパティができましたね。コンポジションウィンドウでは W の部分だけ線で囲まれます。これをセレクターバーと言います。右に向かう矢印がついている線が開始位置を指定するセレクターバー。左に向かう矢印がついている線が終了位置を指定するセレクターバーになります。直接ドラッグして変更できます。またセレクターバーはアニメータープロパティにある範囲セレクターで設定することもできます。終了プロパティを1にすると W の1文字だけが選択されます。範囲セレクターで終了プロパティにキーフレームを作成します。3秒目に移動して終了セレクターバーを文字の終わりまでドラッグします。開始地点にタイムマーカーを戻し、今度は回転プロパティにキーフレームを作ります。3秒の間に順番に文字が1回転するように、3秒目の回転の数値に1を入力しましょう。プレビューしてみましょう。どうですか？楽しいテキストアニメーションが簡単に出来上がりましたね。アニメーターを追加したり、プロパティを追加して、様々なテキストアニメーションを作ることができます。